ご覧ください。飛行実験隊の OH-1 が会場へ侵入してきました。今回は時速約280キロで会場前を通過いたします。これは速度計と高度計の誤差を計測する飛行要領です。飛行試験ではプラスマイナス1ノット1フィートの精度が求められているため、通常空気が穏やかな早朝に実施いたします。左から再度進入してまいります。続いてエンジン1台での滑走着陸を展示します。この試験は2台あるエンジンの1台が故障した場合でも安全に着陸できることを確認する試験です。での出力ではホバリングすることができない場合、ご覧のように滑走しながら着陸することになります。また1台のエンジンでも滑走して速度をつけることで離陸することが可能です。実際の試験では停止状態から離陸するまでの滑走距離を計測します。続いて右上昇旋回を展示します。この科目は最大出力を使用した右上昇旋回を行うことにより、出力の制御と旋回角度などのバランスを訓練し、操縦士の空間認識、飛行感覚を養うとともに、試験中に異常な姿勢に陥った場合でも安全に元の水平飛行状態へ回復できるよう訓練するために実施します。右に大きく上昇旋回をして、その後水平飛行に復帰します。この操作要領を習得することにより、飛行試験中異常な姿勢に陥った場合でもご覧のように安全に水平飛行に移行することが可能になります。右上昇旋回を連続して展示します。右手から進入してまいりますのでご覧ください。この軌道は速度、重力加速度、いわゆる G コントロールおよびメインローターの失速回避のための操作能力と、空中感覚を総合的に向上させるための訓練飛行として実施します。まずは右上昇旋回した後、降下しながら速度をつけたところで、もう一度右上昇旋回をします。展示に続いて地上付近での飛行展示を実施します。次の展示は内向きホバリング旋回という軌道で、通称ピロエットターンと言います。この軌道は機首の延長線に滑走の旋回中心を設けた状態で、往診旋回を実施することにより航空機の操縦安定性を強化するために実施します。正面にホバリングし旋回
いを開始します。ピロエットターンの状況をご覧ください。ご覧いただいている OH-1 は全ての OH-1 の中で最も早く空へ飛び立った1号機なのです。使用するヘリコプター発祥の地なのです。純国産開発ヘリの素晴らしい能力に今一度拍手をお願いいたします。